はい、こんにちは。ボートヌマールです。今日はこちらですね。うん、チョコエッグスーパーマリオオデッセイです。はい、こちらですね、2018年10月22日昨日発売のチョコエッグのスーパーマリオオデッセイのやつが出ましたね。うん、今回は2ボックスなんで20個ね、うん、入ってますんで、こちらを開けてもちろんフルコンプ狙っていきましょうか。はい、パッケージこんな感じですね。うん、スイッチのソフトと同じ絵柄だね。うん、こちら側にはブルーダルス、そしてウェディングマリオだね。うん、箱の上にはマリオとキャッピーだね。うん、で、全15種類プラスシークレットが1種類みたいです。どこだ、16個だね。はい、ということで、今回は20箱あるので10箱ずつそれぞれ開けていきましょうか。はい、じゃあ早速開けていこうという前に、その前におばのおかみおかみ、チャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。はい、じゃあいくよ、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。マリオタイム。疲れたわ。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。箱目はチョコエッグいただきましょうね。うん、で、2箱目以降はチョコこの中に入れちゃいましょうね。うん、いただきます。うん、うん、おいしい。じゃあいきますよ。はい、パパの1箱目せーの、ドン。お、うん、マリオタイム。ラインナップはこんな風になってまして、今回出たのは1番のマリオ&キャッピーでした。うん、幸先。じゃあ僕の1泊目いきます。はい、よいしょ。これは、うん、お、マリオだ。また探検家かな。マリオ探検家スタイル。お、よかった。私の2泊目いきますよ。はい、さあ何が出るかな。お、お、これは市長さんだ。市長さん。じゃあ僕の2箱目いきます。はい、よいしょ。あ、かぶっちゃったかな。いや、マリオ船長帽スタイル。お、よかった。じゃあ3箱目いきます、せーの、ドン。お、これはキャプチャーハンマーブロスが出ました。おお、僕の3箱目いきます。はい、よいしょ。キャプチャーだ。キャプチャー見るぞ。キャプチャー見るぞ。うん、やった。はい、じゃあ私の4箱目いきます。せーの、ドン。あ、あー、マリオかぶった。あー、僕の4箱目いきます。はい、せーの、ブルーダルスかな。出た、ブルーダルスのトッパー。お、やったね。なんで緑つくの。はい、では私の5箱目いきます。せーの、ドン。あー、これは探検家マリオ。じゃあ僕の5カプセル目いきます。はい、せーの、パカッ。かぶらないでお願いだから。あーっと、かぶった。かぶっちゃった。マリオ&キャッピー1番。はい、じゃあ私の6カプセル目いきます。はい、新しいの来てください、ドン。うわー、まさかのマリオ&キャッピー。じゃあ僕の6箱目いきます。よいしょ。あーっと、まさかの、え、マリオ探検家スタイルダブリ。はい、私の7カプセル目いきますね。せーの、ドン。あ、これはこれ持ってないね。ブルーダルスのハリエット。僕の7カプセル目いきます。よいしょ、新しいの来て。なんだ、あー、来た、キャプチャークリボー。キャプチャークリボー、うん、やった。はい、では私の8カプセル目いきます。せーの、ドン。あっちニャジンだ。あっちニャジン。あっちニャジン出ました。おー、じゃあ僕の8カプセル目いきます。はい、よいしょ、キャプチャークリボーダブリ。あ、ダブっちゃった。はい、では終盤、私の9カプセル目いきますね。せーの、ドン。あー、ハリエット。あー、じゃあ僕も終盤9カプセル目いきます。またマリオの船長帽スタイル。あー、残念。はい、では最後の10カプセル目なんですけど、この時点でコンプはなくなっております。すでにね、うん、せめてシークレット欲しいということで、シークレット来てください。お願いします。お願いします。船長スタイル、マリオ。僕の10カプセルはいきます。絶対シークレット出す。お願いします。頼む、来て。しょ、せーの、キャプチャークリボー。はい、ということで全部でこれだけ出ましたね。うん、じゃあ細かく見ていきましょうか。はい、じゃあ番号順に見ていきましょうかね。うん、これが1番のマリオ&キャッピーですね。うん、結構クオリティ的にはいいよね。うん、素晴らしいですね。おー、マリオが人差し指でキャッピーをくるくる回してるところだね、これね。そうだね。うん、はい、それでこのマリオ&キャッピーはなんとですね、全部で
4体出ましたね、うん、すごいね、こんなにいらないわ。はい、2番のマリオウェディングスタイルは出ませんでしたね、うん、で3番のマリオ探検家スタイルがこちらですね、うん、これもいいよね、こうジャンプしてるシーンでね、躍動感あっていい。でこの帽子がキャッピーになってないのがちょっと気になるところかな、ね、キャッピーになってたらよかったかなと思うけどね、うん、でちなみにこの探検家スタイルは 3体出ましたね。わこんないらんて。4番がマリオ船長帽スタイルですね、うん、これもいい感じだ ね、 そうだね、帽子をこう持ってんだな、うんね、またこれもキャッピーじゃないね。あそうだね、キャッピーじゃないね、うん、これも、3体ですね、うん、ということでトータルでマリオなんと10体。ちょっと多いね。マリオタイム、マリオタイム。はい、そして5番のキャッピーは出ませんでした。で6番のキャプチャークリボーですね、うん、これはマリオがクリボーにキャプチャーしてる状態で ね、 そうだね、あのヒゲ生えてるからね、うん、こちらは3体出ましたね、うん、続いてこちらが7番のキャプチャーハンマーブロスだね、うん、これいいね。そうだね、うん、これよくゲーム中でも使ったしね。そうだね、うん、すごい投げまくったしね、投げまくった、これいい感じ、ジャンプも結構高く飛べるしね、うん、で8番のキャプチャーキラーは出ませんでしたね、うん、9番のキャプチャータンクロも出なくて、10番のキャプチャーミルゾーがこちらですね、うん、これモアイみたいなやつだよね。そうだね、うん、でこのサングラス実はずらして目を見ることができるんです。あ、そうなんだ、あちょっと見えづらいけどね、うん、はい、続いて11番のこちらがトッパーだね、うん、これはブルーダーズの一人だね。そうだね、うん、リーダー的な存在だね。そうね、続いて12番のハリエットですね、うん、これもブルーダーズの一員だ ね、 そうだね。で今回はこのトッさっきのトッパーとハリエットの2体しかブルーダーズないんだな、うん、あとあのノッポの背の高いやつ、うん、あいつがいないんだよね、うん、あと毒吐くやつね。ということは第2弾があるかもしれないね、うん、ちなみにハリエットは2体出ました。はい、続いて13番はポリーン市長だね、うん、ニュードンクシティのこれ市長さん ね、 そうだね、市長さんであり、あの主題歌の歌手の方だね、うん、今これはフェスティバルの時の格好、ね、格好してるよね、うん、で14番のピーチ姫は出なくて15番のアッチーネ人が出ましたね、うん、これもいいね。そうそう、周りかすもってね、うん、まさにアッチーネ人、これこれ何体か欲しいよ ね、 これね。そうだね、うん、はい、そんなわけで今回はですねチョコエッグスーパーマリオデッセイを2ボックス開けてみたんですけれども、うん、コンプにほど遠かったな今回ね。そうだよ、マリオ多すぎだね。マリオ多かった。キャプチャーしたのも合わせるとなんと15体もいる、うん、なんかチョコエッグやるときはねもうちょっと集まるかなと思うんだけど、今回はちょっと集まり悪かったんです、うん、ダブリが多かったかな、うん、マリオのダブリがね、うん、思いますね、うん、はい、今回全部集まらなかったわけだけれども、うん、リベンジしてほしいでしょうか。はい、まあコメント欄で教えてくださいませ、ね、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はこの辺りに出ておりますのでぜひチェックしておいてぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。